小川さんのテント立てていきたいと思います。やったねー。ピンっていうのがこっち側なんです。さすが。はい、このような形と相成りました。テーブル作ってみてる。小川のテント無人島に降り立つね。それで行きましょう。うそ。どうも皆さん、やってまいりました。3本目のお時間でございます。3本目のお時間でございます。お昼の13時になりましたので、ブースがオープンいたしましたので、今からそちらをちょっと調査しに、こちらのカメラでね、ちっちゃいカメラの方をもう撮影の許可をいただいたところはですね、まあ外側からこう見渡すぐらいは多分できると思うんで、まずそこからですねやっていきたいと思います。もうすごいあのね、面白い人ばっかり、すでにね、いろんな方と出会いがございまして、やっぱり長いか。はい、長いね。父の話長いね。お嬢さんが海で遊んでおります。どうも皆さん、こちらが会場で、テントゾーンとあっちがこっちでイベントかな。イベントが始まりました。雨は今 MC さんがいらっしゃいます。嬉しいです。昨日の夜からずっと天気を制作出演のところに来てますが、せっかくの先ほどマブさんの方でワークショップの撮影をして、すげえいい感じでした。ぜひそちらもご覧ください。それではまずはライブが始まりました。和歌山フロム関西、海に行くなら南紀白浜、それよりもおすすめの島、知る人ぞ知る地の島、地の島はなんと無人島、誰も住んでいないぞアイランド。フルフェスってイベントに参加した皆さんは間違いなし。はいやはいやいや、はいやはいやいや、フェスタ A。 My name is Nike Okada。かっこいいね。楽しい。なんでしょうね。久しぶりでいいですね。そういうこともあんねん、やっぱライブ。めちゃくちゃ楽しい。次はダンサーのパフォーマンスです。すごいな。面白いな。でで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 。お嬢さんも皆様に包丁に元気でございます。ブースのご紹介をさせていただきたいと思います。出店ブースのご紹介。今すぐその場で制作ができるというとても楽しいものになっております。あ、手前の T シャツの女の子早速試してくれて、あ、すごいかわいいね。実は本日ですね、この星降る無人島フェスタのロゴレのシルクスクリーンも楽しんでいただけます。じゃあいいよ、このままで。そしてこのみんな見てるだけ。お値段なんと1000円でお作りいただけます。安い。今日だけの安い。お家にお立ち寄りいただけたらなと思います。なんかこういうアットホームな絡みもありつつ、すげえイベントです。ありがとうございます。どうぞお持ちでない方いらっしゃいましたら、写真撮りますか。
続けるようにという指示を受けておりますので、遂行してまいりたいと思います。ただ、そのチラシに5つの場所が書かれております。はい、でリーク、ケンソン、神社、はい、今回の番組は、ありがとうございます。島に来たみんなで楽しんでいただけます。1人ではなく、そう初のワンマンライブ。はい、ということでね、一旦の休憩を挟みながらの2部のスタートでございます。それでは植木さやかさん、どうぞ。イエーイ。ワン、ツー、ワン、ツー、ツー、ツー。かっこいいな。はじめましての方がたくさんかな。植木そよかと言います。よろしくお願いします。いいよ。それでは広島最高、乾杯。乾杯。乾杯。すげえ。これはもう僕だな。そうですね、早速ではお願いしましょうか。わかりました。いきなり魔法使いって言っても何が魔法かって皆さん全然頭の中で違うと思うんですよ。はい、僕はマジックに感動をかけますと思うのは魔法だと思ってるんですね。そうですね、マジックに感動で魔法やって。そんなものを今からお届けさせていただきたいんですけども、1枚ちょっと選んでいただいて、で僕に見せないように皆さんが覚えてください。いや、マジックが始まりました。覚えました。覚えました。目を凝らして覚えていただけましたでしょうか。はい、大丈夫ですか。今持っていただいているカードの束の中に今選んでいただいてからどこでもいいんで戻してください。人生っていろんな選択があるじゃないですか。今日ここに来るまでも多分本当昔何か一つ小さな選択が変わってたらこの場所にたどり着いてない可能性が大いにあるわけですよ。まあそんな中で今一つだけ一つ選択をしていただきたいんですけども、何でもいいです。じゃあラッキーナンバー、好きな数字一つ大きい声で言ってください。何でもいいですよ。7でいいですか。はい、OK です。あ、これ混ぜましたよね。選んだ方覚えてますか。 OK です。でこのままちょっと持っていただいて、今カードがバラバラになってるんですけど、おさらいしたいんですけども、もし1枚でもカード選ぶカードがずれたら全く違うカードになりますよね。で2人が戻す場所が変わっても全くカードがどこに行くかって変わってくるじゃないですか。もしなんですけども、このカードの状態で1枚ずつ上から数えていって、選んだカードが7枚目にあったら何か奇跡を感じませんか。ちょっと見てみましょう。あったらいいですよね。じゃあ僕手を置いとくんで一緒に勝てましょう。皆さんでいいぞ。大手ゲームの1、2、3、4、5、6、これが7枚目ですよね。ちなみに選んだカードのマーク何でした。ハート3。間違いないですね。7枚目めくってみてください。素晴らしい。いやいや、ありがとうございます。うちのチャンネルを見てくれているという山下里奈さんのステージですね。星降る無人島お越しの皆様、こんにちは。こんにちは。奈良出身シンガーソングライターひらがな6文字で山下里奈と言います。そしてよろしく。みんなと一緒に最高の時間を作りたいです。よかったら一緒に盛り上げてください。テンション上げていきましょう。アップ。ぼやけてる暇ないわ。ハリアップ。
最終スヌーズでウェイクアップ、もうちょっと寝てたいなけどだる、幕開けた一日がやばい、遅刻しちゃいそう、一度アウト、夏にかける蜂の体感、年々早くなるわ身支度、急いで飛び出す AM。Yeah. Okay. 両手仕上げてメイクの割にはいい感じじゃない、自分で自分あげてこう、毎日オールジルディンド。つうわけでね、すっげー楽しませていただきました。どんな動画になってるかわかんないですけども、あの今もう間のちょっと休憩時間みたいな感じに、今ね、うん、次はだからもう一回また始まるのかな、うん、うん、なんかあるみたいなんですけど、とりあえず、まあ、一旦戻ろうかと、ちょっと物販で CD をこれからちょっと購入して、イベントの時にはぜひ行ってみてください。よかったんでね、そう、マグさんでもね、はい、いい歌があったので1枚買いましたっていう方とは、まあ、別の方のね、あーなるほどなるほど、そんな感じで、はい、お父さんだよな、もうかっこよかった、お待ちください、みんなめちゃめちゃかっこよかったけど、ライブ中ですが、そろそろ戻りますかね、ね、ここに戻りますかね、イエー、楽しかった状況から一転しまして、今なんと雨に見舞われております。雨が降るっていうのは知ってはいたんですけども、意外と降らなかったんですよね、思ったよりね、やはりというべきか。まだ歌われてはいるんですけど、その間はそのお客さんたちはどうしてるのかっていう、そうどういう状態で、はい、すっごいその気になるんですけど、ヤフー天気アプリの様子というか聞くんだよね、一応帰る頃には止んでるぞっていうことで、はい、いいですね、はいはい、ということでね、一旦まあ休憩を挟みたいと思います。で、まあ夜の様子はですね、また改めて今後この雨の無人島の様子は今ほんとこうまく一泊するんでね、皆さんここでもうほら風も結構強くてガサガサって揺れてる、でもうっすらと音楽が聞こえるかな、まあそんなところでございます。本日もご視聴ありがとうございました。そしてこの星夜無人島です、なんか良かったです、良かったですってまだ続きますけど、次の動画を楽しみに、今日の動画どうなってるか、もしかしたら収益ができてない可能性もありますけども、まあそのあたりも含めてですね、あのご覧いただければと思います。ではみんな、またお会いいたしましょう、ほなほな、バイバイ、はい